にちは、シエル、メイルです。先日赤坂にあるハリーポッターカフェへ行ってきました。カフェにはワンちゃんは入れませんが、赤坂アクトシアターまでハリーポッターの世界観を楽しんできました。ハリーポッター大好きな飼い主、オブジェの前で記念撮影も。そしてハリーポッター魔法どころという魔法ショップの前にはワンちゃんがテラス席には入れるカフェがあり、事前にインスタでパピヨンのゆりちゃんママから情報をいただきました。ありがとうございます。こちらでドギーボックスを開けたいと思います。ドギーボックス3月のテーマは勉強。シエル、メイルもホグワーツ魔法学校をお受験するので勉強します。と言っても飼い主同様勉強嫌いなワンズ、テンションが上がりません。というか今日の学校見学だけで疲れちゃった。とりあえずランドセルに勉強道具を詰めようか。ランドセルにはおやつだけしか入らないと主張するシエル、学校見学でお腹空いただろうからおやつをあげようか。豪華なドギーボックスのおやつに生き返るワンズ。味のすり身せんべいは愛媛県の漁港から水揚げされた新鮮なアジを骨ごとすり身にし、せんべいに DHA、EPA を多く含み、脳や脳神経の発達、動脈硬化の予防に効果的だそう。丁寧に育てられた鹿児島県産の赤鶏のささみ、良質なタンパク質を多く含み、丈夫な体づくりに役立つそう。いつになく真面目におやつに取り組むワンズ、勉強もこれくらい取り組んでくれたら嬉しい。大事なささみを落としたパパ、減点です。美味しそうに食べるシエル、メイル。3次元目は馬肉ふりかけの時間です。新鮮な馬肉をそぼろ状にし、乾燥させカリカリに仕上げてあります。どっちかっていうと馬肉は皮膚の健康、毛づやアップに効果的で、おやつやご飯のトッピングとして楽しめますね。キバ精油の抗菌消臭スプレー、三角定規の鳴るおもちゃはメール用に、勉強の息抜きに遊んでいいからね。おいしいおやつで復活したシエルの笑顔。シエルにはノーズワークができるノートのおもちゃ、楽しい音が鳴っておやつが隠せるのでシエルのお気に入りになるね。ご視聴ありがとうございました。